サイエンス、サイエンスは1880年に創刊され、現在アメリカ科学振興協会によって発行されている学術雑誌である。世界で特に権威がある学術雑誌の一つとされている。査読記事が掲載される雑誌であり、週刊で約13万部印刷されている。刊行は米国時間で毎週金曜日に行われる。読者数は オンライン版も合わせて100万人余りと公表されている。同志の主要項目はオリジナルの学術論文の発表及び研究結果のレビューである。その他にも科学関連のニュースや意見の掲載を行うこともある。掲載される分野は科学全般にわたっており、同様の学術雑誌であるネイチャーとの比較はよく行われる。発行は アメリカ科学振興協会が行っているが、論文の投稿にあたっては、協会の会員などである必要はなく、全世界から論文の投稿を受け付けている。掲載基準は厳しく、投稿論文の10%以下しか掲載されず、それらの投稿も査読を経る必要がある。そのために、同志の権威は高く、学術界において特に引用される雑誌の一つとなっている。 2007年、ネイチャー氏と共に、アステリアス皇太子賞のコミュニケーション及び、ヒューマニズム部門を受賞。編集部は、アメリカ合衆国のワシントン DC にあり、第2事務所が、イギリスのケンブリッジにある。1880年に、ニューヨークのジャーナリスト、ジョン・マイケルズによって創刊された。当初、トーマス・エジソン、後には、グラハム・ベルの資金援助があった。 1880年にグラハムベルは人間の声の記録と再生についての研究を本心に発表。しかし十分な購読者を得られなかったために1882年3月には一旦休館した。1883年にサミュエル・エイチ・スカッターにより再開され S を含むアメリカの著名な学会の会合について記事を掲載することである程度の成功を収めたが 資金難により1894年には500ドルで、ジェームズ・キャッテルに売却された。キャッテルは1900年にアメリカ科学振興協会と協力関係を築き、サイエンスを協会の定期観光物とすることに成功した。20世紀初期においては、トーマス・ハント・モーガンの遺伝子の研究や、ルバート・アインシュタインの重力レンズの研究、エドウィン・ハップルの銀河に関する論文が掲載され、 同志の評価を高めた。キャッテルは1944年に亡くなり、同志の発行権はアメリカ科学振興協会に移った。キャッテルの死後は一貫した編集者がしばらく決まらなかったが、1956年にグラハム・デュシェーンが編集長に就任した。1962年から1984年までは物理学者でネプツニウム発見でも知られるフィリップ・アベルソンが、 編集長を務めた。アベルソンは作読プロセスの効率を改善し、現在の出版方式を定着させた。この間、アポロ計画に関連した論文やエイズの初期報告が掲載された。1985年から1995年までは生科学者、ダニエル・コシュランドが編集長を務めた。1995年から2000年までは神経科学者、 フロイド・ブルーム、ガートを引き継いだ。2000年には、生物学者のドナルド・ケネディ、が、編集長に就任。2008年3月には生科学者、ブルース・アルバーツ、ガートを引き継いだ。2001年2月、ヒト・ゲノムのドラフト配列解読結果が、ネイチャー氏と、ほぼ同時に掲載された。サイエンス氏が掲載したのはという企業の論文で、ネイチャー氏が掲載したのは、 人ゲノム計画の論文だた。なお、2006年6月2日号は、はやぶさ特集号、スペシャルイシュー、はやぶさアットアステロイド糸川と題され、小惑星糸川の画像が表紙に用いられ、はやぶさの糸川探査関連の論文が、一挙に7本掲載された。日本初の研究による同志の特集は、これが、初の出来事となった。ちなみに、日本関連では、その後、 2007年12月7日号が日の出、特集号とされ、日の出の撮影した映像が表紙を飾り、9本の論文が掲載された。同紙はヘンドリック・シェーンが 52K で超電導を観測したとした論文を2000年に掲載してしまったが、サイエンス288、2338、2002年ヘンドリック・シェーンがデータを鉄造していたとが、 他者の指摘で判明すると、彼が送ってきた8本の論文の掲載をやめた。MDMA、エクスタシーの神経毒性に関する2002年にサイエンスで公表された論文が薬瓶の取り違いに起因し論文は2003年に撤回され議論を引き起こした参照 MDMA のドーパミン作動神経毒性についての撤回された論文。また、が ヒトクローン肺から肺性幹細胞を作ることに成功したという論文を掲載したが2006年にソウル大学校が科学における不正行為があったとして論文を撤回したためサイエンス氏も批判されることになった委員会が設置されなぜ査読プロセスが騙されたのかを調査しサイエンス編集部は計画的な詐欺に対してほとんど無力だったとした委員会は 送られてきた論文を今後議論を呼ぶか否かで分類することを勧めた。そして論争になりそうな論文は徹底的により多くの人に見てもらうべきだとした。サイエンス氏側はネイチャー氏も似たような掲載基準を採用していたことを示唆している。当時の編集長のケネリは同社の査読システムを擁護し詐欺を見抜くにはコストがかかりごく稀にしかいない詐欺師を捕まえるために 多くの罪もない科学者に不快な思いをさせるとになるとした。掲載された論文や記事は一部無料で公開されており、S 会員になることで全文を閲覧することができる。記事は一部の無をオンラインで購入することも可能である。サイエンスは S、米国科学振興協会が発行する学術誌であり、S 会員になることでオンライン全文及び、 冊子が送付されてくる。法人の場合は、サイトライセンス契約をすることにより、その期間での IP アドレスを利用して、オンラインの閲覧が可能となる。詳細は、サイエンスの日本語ゲートウェイで確認できる。h t t p w w w s c i e n c e m a g j p スラッシュ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。